あっという間の1年で、まあ、まだなんか、未だに実感も湧きませんし、まあなんか、未だに帰ってくるのかななんていう夢も見ますし、まあでも現実、まあ、帰ってこないんだなという思いもありますし。去年6月、別府市野口原の交差点で、信号で止まっていたバイク2台に軽乗用車が衝突し、大学生1人が死亡、1人が怪我をしたひき逃げ事件。29日で事件から1年を迎えます。亡くなった大学生の父親が今の思いを語りました。一日も早く逮捕を願っていることは全く変わりもありませんし、警察の方々には一日も早くその容疑者逮捕に向けて、頑張ってほしいなということのみですよね。警察は怪我人を救護することなく逃走したとして、軽乗用車を運転していた八田與一容疑者を公開手配しています。刺身だっけ？いや、刺身だ、刺身。怒られるか。県警は先月、本人の声が残っている動画のほか、容疑者の車から見つかったスリッパや脱ぎ捨てた T シャツを公開しました。この T シャツは事件現場からおよそ2キロ離れた港で2日後に見つかりました。父親は警察の初動捜査に疑問を感じたといいます。逃げ回って何してるんだろうなと思いますし、正直言うと捜査の手順が少し間違ってたのじゃないかなと思うところもありますし、まあその警察のこのやり方ですと言われたら仕方ないという面もあるでしょうし。現場から裸足で逃げ出した八田容疑者は未だに足取りもつかめていません。2万です。あなた今 Google フォームの方に書き込みがありました。目撃情報が日々こういうちょっとやってる時に Google フォームの方にちゃんと、書き込みが来るんですね。遺族や友人らで作る別府願う会は去年8月からチラシを配ったり、SNS で情報提供を呼びかけたりして、八田容疑者の逮捕につながる情報を集めています。特にも遺族の方が、本当に、もう私たちでも本当に想像できないぐらいの苦しみとね、本当に悲しみを持ちながら、今も一生懸命戦っているので、もうとにかくそうですね、もう。一緒にやっていくしかないと思ってるんですよ。遺族の一番一緒にやってて一番辛いんですけど、私たちができることは本当に一緒に共に歩んでいくっていうことだと思ってます。毎日のように情報が届き、これまでに146件が全国から集まりました。遺族は1年を前に犯人逮捕への思いを募らせます。とにかくその、この容疑者が捕まっても、息子は帰ってくることないですけども、早く、さっきも言いましたけど、犯人が捕まって、息子に報告したいなっていうのはありますね。